新型コロナウイルスについては、ひとまず緊急事態宣言が解除されたところですが、改めて新しい生活様式の定着が求められるなど、持続的な感染対策が必要とされています。そうした中、6月11日には福島県が梅雨入りし、局地的な激しい雨に見舞われています。おととしの西日本豪雨や、去年の台風19号のような大きな水害が発生した場合、 避難所でいわゆる三密が生じ新型コロナウイルス感染のクラスターが生じるのではないかと心配されていますそこで福島県災害対策課の角田和幸課長に避難所における新型コロナウイルス感染対策についてお話を伺ってまいります角田さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします最初に新しい生活様式の中での避難の考え方を教えてもらえますでしょうかはい 新型コロナウイルスこれの心配がされる、それは非常にですねごもっともなことだと思います、はい、でも、ですねまず自然災害が起きた際はですね危険な場所から安全な場所、これをですね避難をしていただいて災害から身を守っていただく、これがまず大前提です、はい、そこはですね躊躇せずに迷うことなくですね命を守る行動をですねしていただきたいと思っております。はい 一方、ですねあのご指摘のとおり、えー、これまでの避難所の余命時を思い浮かべるとですね密集、密接密閉いわゆる3密の状態が生じやすい、えー、そういうところではこれまでいろんな報道がされてますけれども感染症が拡大するのではないかと心配されることは新たな心配ですよね。はいただ そうした中ですね、あのー、新型コロナウイルスの影響で、まあ、例えばアフターコロナですとか、えー、ウィズコロナですとか新しい社会の在り方みたいなものが今言われてきております、えーあのー、民間企業の方なんかですとリモート勤務なんてのも普及をしておりますし、はい、あるいはおうち時間をですね、えー、過ごされる中で消費動向の変化なんかも現れてきているとそういう中で自然災害からの避難 この考え方についてもここ数年大きな変化が起きてきている、ええ、で実はその変化がです、ね、今回の新型コロナウイルス感染症対策にもです、ね、非常に効果的だところなんですそううなんんでですね何が変化ししてるんでしょうかその一つがです、ねまあ、これは最近言われてきていることなんですが分散避難分かれるチルの避難ですね分散避難という考え方です。 そもそも避難という漢字をですね思い浮かべていただきますと <A> 難を避けるという,ふうに書きます,そう,です、ね、そうするといわゆる「難」というですね自然災害の危険これを避けるための避難先っていうことなんですがそれは必ずしも市町村が設置する避難所や避難場所だけではないと災害から安全な場所にあるご親戚ですとかご友人知り合いの家場合によってはですね あの本当にこう慎重に安全を確認されできるということで判断されるのであればご自宅そちらに避難をするまあ在宅避難ってなかなかこの矛盾したことではあるんですが、ええ、ご自宅にいらっしゃって危険を避けるということもありだというのがこれ分散避難の考え方になります。もうう少し詳しし詳くご紹介いいただけままますすでしょうかかか、はいえー、ずです、ねえー、基本的なところかららきますがあの自然災害から 自分と自分の大切な人を守るこれよく言われることです。ええ、自分が助助かからなないと大切な人も助かりませんそのためにはご自宅周辺の自然災害の危険について事前によく知っておくことこれとても大切です。はいえー、これからあ本格化する梅雨それから台風の時期にですね心配な浸水害それから土砂災害について言えばですよ まず市町村が作成しているハザードマップこれでその危険がですね確認できますはい。あのハザードマップはですね市町村が作成した時に皆さんのお家にですね配布をされてますまた各市町村のホームページにも掲載されています市町村によってはですねあお願いすれば窓口で入手することもあるので心当たりは詳しくはですねお住まいの市町村にお問い合わせいただければと思うんです、はい、でそれからですね えー、ハザードマップで仮に色が塗ってない色が塗ってない白地であるというのはこれはそうした土砂災害とか洪水の被害が、まあ、予想されないということなんですけどそれでもそれでも周りと比べて低い土地であったりすると水が流れ込んでくることもありますしそれから崖のそば崖の上だったりするとそれが崩れてしまうかもしれない。 そうすると災害の恐れがあるかもしれないということになります。えー、その場所にですね。長く住まわれているご近所の方長老とかですね。そういう方のお話、何度もよくお聞きしてですね。自宅周囲の自,自宅周辺の災害の危険性、これを確認していただきたいと思うんです。その上で先ほども申し上げましたが。 自宅周辺に水害とか土砂崩れ、この危険性があると判断された場合はもう大雨などが近づいてくる前に台風が近づいてくる前に速やかに安全な場所へ避難してほしいと思います。はい、そして、えー、その際、ですねハザードマップとか周辺の地形から安全な場所と判断できるところこれ避難先になりますよね、えー、安全を守るための。 例えば、これは市町村が設置する避難所もそうなんですが先ほども申し上げたとおりご親戚ですこう友人ですとかそういったお宅がですね安全な場所にあれば災害の際にですね避難させてもらえないかということで普段からですすね相談してみてみいいいたただきたいと思います、はい、それからご自宅が安全な場所にあるという判断される場合。 もうこれはですね災害の際に屋外を移動しないで自宅の2階以上にとどまって安全を確保すること、これも可能だと思います。ただ、その際はですねあの安全性十分に確認されるとともに万が一1階が浸水した場合でも水が引くまで生活できるように水や食料、その備蓄をですね十分に確保していただければと思います。それから いろいろ調べてみたけどよくわからんとか <laughs>、まあ、安全かどうかわからんって判断にです、ねえー、迷われる場合にはまずは安全な場所に避難することそれを考えていいいたただきたいと思います、はい、そして市町村が設置する避難所に限らず皆さんがそれぞれに安全な場所を確保して避難していただくことで危険を避けていただくことで結果として本当に避難所に避難しなければならない人が避難所に来ると。 いうことでえそこでですね密集状態にならないというそういうことにつながっていくというふうに考えていますということは県民一人一人が事前に考えておくことの必要性が高まっている、はい、ということなんですね、はい、さあ他にも避難の考え方の変化ってあるんでしょうか、はいはい、もう一つですねご説明したいことがありまして、えー、これはですね、えー、最近よく言われますけれども自らの命は自らが守るとこの取り組みを軸に 国の防災対策が推進されていいるととうことなんですねもともと防災についてはこの自らの命は自らが守る自助それから地域の安全は地域で守る共助で我々行政による公助この自助共助公助の3つの場がバランスよく機能することが大切というふうに言われてきました。はいただ 避難しなかったたくさんの方が亡くなられてしまった平成30年の西日本の方の豪雨ですね、えー、あれを教訓にもう大規模化する自然災害に対しては行政主導の対策に限界があるということが指摘をされております、はい、そこで住民主体のです、ね、防災対策これに転換をしていくこれが求められているということになります。えーえー、例えば、えー、先ほどののお話とと共通すするところですが、えー、県民の皆さんには 平時から自宅ですとかあとは普段いることが多い職場ですねそこの災害リスクそ,それからあ適切な避難行動ですねいつどこにどんなタイミングでどんな経路で避難していくかについて準備をしていただく、はい、で行政は皆さんの避難行動を容易にするために防災情報を分かりやすく提供するというふうに、えー、されていてですね 先ほどお話ししたあご自宅の周辺の安全を自分ご自身で判断していただくお願いもこの次女の取り組みの範囲内にあるとということになります、はい、今、分かりやすい防災情報という話が出てきましたがこれ避難を判断するための情報も随分増えてきましたよねねそうです、ね、あのちょっと分かりにくいという声もあるんですがあ昨年5月からですね、えー、5段階の警戒レベル情報というものが運用されています。はいえー、例えば避難勧告と いうのが出た場合には警戒レベル四というふうになってまして全員避難というアナウンスが災害時になされています。ただこれは市町村が出す避難のまあいわゆる指示ですとか勧告ということになるんですが、実はそれと合わせて五段階の警戒レベル相当情報ちょっとわかりにくいんですけど、警戒レベル相当情報も発表されているんです。この相当という情報の意味はですね。 あの市町村は先ほど申し上げたとおり避難してくださいという,う情報を出すんですけれどもそれとは別のもので国とか県まあもう少し言うと気象台とかあと河川を管理するところですねそういうところが出す防災気象情報を5段階に整理をしていると例えば危険なところにいるですね方は全員避難しなきゃいけない警戒レベル4の相当情報には 土砂災害警戒情報、もう土砂災害が危険起こる危険ありますよ。と、はい、いうこれ気象台と。県が出している情報ですね。それから、河川の水位の氾濫危険情報というのが整理をされていると。はい、ただ、ここ間違えないでほしいのは、市町村は。 こういった防災気象情報ですねあの天気予報とかあとは河川の水位情報ですとかそれに加えて独自の情報をもとに避難指示とか避難勧告を発令されます、はい、ですので相当情報がが出たからといって必ず避難指示がなされるだけれどもだけれどもあの警戒レベル4相当のです、ねあのー、情報が出ても避難勧告など,がなどが必ず発令されるわけではないんですがそれが出たということは。 地域においては土砂崩れですとか河川の氾濫が起こってもおかしくないそういう雨が降ってますよ降りそうですよってそういう情報なわけです、はい、そうするとそういった情報を受け取った時に例えば崖のそばにいる方とかですねあるいは河川のそばにいる方については もう自らの命を守るために市町村の避難情報の発令を待たずに自ら速やかに避難するそれが期待されているのが警戒レベル相当情報相当というのがです、ね、なかなか分かりにくいんですがそういうい情報になりますまあ今のお話を伺っていますと私たちに求められているものが増えているというふうに非常に強く思うわけなんですが改めてここまでの情報を整理してまとめていただけますでしょうか。はい、この2つののつ考ええ方の変化を踏まえて 新型コロナウイルス感染症対策が求められる中でのですね自然災害これからの避難をもう一度整理するとですね次女、えー、の取り組みによる分散避難を進める必要があるということになります。はいえー、繰り返ししまますがまず大前提として 自然災害が起きたときは身の安全を確保するために早め早めの避難行動が必要ですこれは変わりません、はい、ただその避難のあり方についてもう一度見極めてみましょう事情の取り組みの中で見極めましょうということになります何を見極めるか自宅周辺の危険性を自ら見極める それから市町村が設置する避難所をはじめ親戚知人宅職場そして自宅の上階など安全な場所を見極めるその上で自宅が危険でであれば安全なな場所で難を避けるとということになります、はい、速やかにそういった避難行動をとっていただくことで結果として避難先が分散されて避難所が密集状態にならないと。本当にに避難所に 避難が必要な人が避難をしてそういう形になるということをまあ未知状態にならないですねならないということにつながってほしいなというふうに思ってます、はいえー、そのためですね、えー、県民の皆様本当に繰り返しで恐縮なんですが普段から自宅周辺の自然災害の危険性について確認していただいてで親戚知人宅等も含めた安全な避難先をあらかじめ確保していただいてで ご家族で話し合って決めた早め早めのタイミングで自分と自分の大切な人を守るですね避難行動をこれを着実にとってほしいと思います、はい。で行政の取り組みについて若干あの付け加えさせていただきますと、ええ、えまず市町村ですねこちらですねできるだけ多くの避難所を設置する取り組みを進めておりますたくさん避難所を設置して3つにならないようにということですね。それから避難所において 皆様の体調管理に向けた検温ですとか問診それから手洗いうがいマスク着用の徹底それから 2m とされてますソーシャルディスタンスですね確保など 避難所における新型コロナウイルス感染症対策のための取り組みを進めています。はい、これは実はこれまでも取り組まれてきているわけです。<A> 新型インフルエンザですとかあるいはノロですとかそういった感染症が集まっていると大変になっちゃうので、はい、そういったことが起きないようにあ皆さんには手洗い、うがいの徹底咳エチケットマスクの着用とお願いしてきたわけですがそれを徹底するための取り組みを進めています。ね 市町村が感染対策のために新たに購入するマスクや間仕切り、まあ、いわゆるパーテーションってやつですね、えー、ここにもありますけど、はいはい、それを購入する費用について補助するとともに、えー、高齢者とか妊婦の方、いわゆる重症化リスクが高い方ですね、を対象として、 えー、旅館とかホテルにですね市町村が避難させた場合の費用これも補助するということもこの間のですね5月の臨時議会で、えー、決めていただいたと予算を認めていただいたとということになります、はいえー、県民の皆様にはですね避難所における感染症の対策の徹底それから市町村職員等によるですね避難所の円滑な運営にです、ね、その際はあご理解とご協力いただきますようお願いいたします。